筋トレが続かない、でも足痩せしたい、そんな人は毎日片足立ちするっていうのはどうですか？歩いている中で毎回片足立ちを通ります。その際重心が外にずれる人はお尻が外に広がりやすかったり、ももの外側も硬くなりやすいです。片足立ちでしっかり足の真上に体が乗っている人は太ももはスッキリ、お尻もキュッと上がります。1日1分ぐらいでいいので、片足立ちで重心が外にもずれず後ろにも行き過ぎない練習をして、歩きの中の片足立ちの精度が上がると、歩いているだけで足は本来の綺麗なラインに戻りますよ。体が温まるものを食べてほしいんです。お湯を沸かしてる間に鶏団子を作ります。調味料はコメントに書いておきますけど、好きなの入れたらいいです。スプーンでこうやってやるの楽しいですよ。団子作りが終わったらどんどん具材を入れます。ニンニク、玉ねぎ、ナス、エリンギ、キャベツ、鶏人玉がいい出汁を出してくれるので味付けはコンソメ頼りです。カットトマト缶も加え、ブラックペッパーで味を整えます。そして正直入れなくても大丈夫なんですけど、トマトを丸ごと入れます。くったくた希望なので弱火で30分煮込みました。鶏団子トマト鍋、丸ごとトマトが危険すぎるので気をつけて食べてください。残ったスープにご飯と卵を入れたらリゾット風になりますが、これをやるのは次の日の朝食にしましょう。ダイエットお好み焼き作ったよー。